皆さんこんにちは。今日はお正月飾りのリースの作り方をご紹介します。材料、道具については概要欄をチェックしてください。まず白と赤のバルーンを膨らませます。口巻きの方からひねっていきます。4センチの玉をそれぞれ作ります。玉と玉を交差させてくるくるとひねります。どちらか一つ玉をくぐらせます。2本のバルーンをねじり合わせます。この時足の間に挟むとやりやすいです。端までねじったら、端と端を合わせてねじります。はい、端っこ4センチの玉を作って、余りを切って縛ります。もう一つの端っこも切って縛ります。リースの形が完成しました。葉っぱを作ります。2本の緑のバルーンに空気を入れます。口巻きから15センチくらいで折ってひねります。口巻きも一緒にひねります。口巻きをバルーンの間に挟みます。大きい葉っぱができました。次は小さく折ってひねってくるくると回します。小さい葉っぱができました。3つ目も小さく折ってひねります。ひねり合わせます。はい、3枚の葉っぱができました。残ったバルーンの先端にハサミを入れて空気を抜きます。口巻きと一緒に縛ります。もう一つ同じ葉っぱを作ったらリースに取り付けます。リースの玉に葉っぱのバルーンの余りを絡めます。もう一つ取り付けます。葉っぱのバルーンの余りをリースに直接絡めます。はい、葉っぱがつきました。横にしても飾れます。椿の花を作ります。赤いバルーンに40センチくらい空気を入れます。柔らかくして小さく折ってひねります。口巻きも一緒にひねってバルーンの間に挟みます。花びら一つできました。同じように小さく折ってひねります。はい、花びら2つ柔らかくして小さく折ってひねります。花びら3つまた柔らかくして小さく折ってひねります。花びら4つ柔らかくして小さく折ってひねります。花びら5つバルーンの先にハサミを入れて空気を抜きます。口巻きと縛ります。形を整えて花にします。はい、整いました。黄色いバルーンでおしべを作ります。半分に折ってハサミで切ります。
さらに半分に折って花の中央に取り付けていきます。花の裏側におしべを置いて花びらの左右から前に持ってきます。形を整えて先端を揃えて切ります。椿の花完成です。リースに取り付けます。花のバルーンの余りを葉っぱの中央に絡めます。椿の花がつきました。来年の干支、うさぎを作ります。空気を入れて柔らかくします。口巻きから10センチくらいでひねります。折って同じ長さでひねります。口巻きも一緒にひねります。バルーンの間に口巻きを入れます。これで耳が完成しました。柔らかくして4センチの玉を作ります。8センチから10センチで折ってひねります。少し引っ張りながらひねり合わせます。はい、顔と耳の形ができました。顔の中に耳を入れます。反対側から耳を出して形を整えます。はい、うさぎさんの顔が完成しました。リースに取り付けます。うさぎさんのバルーンの先っぽにハサミを入れて空気を抜きます。縛ります。はい、うさぎさんのバルーンの余りを葉っぱの中央に絡めていきます。余った端切れはバルーンの間に隠します。はい、横向きでも縦向きでもいけますね。目のシールを貼ります。マジックで描いても OK です。鼻をマジックで描いて完成です。いかがでしょうか。お部屋の雰囲気に合わせて横向きでも縦向きでもどっちでもいけますね。今回私は縦向きでお部屋に飾りました。最後までご視聴いただきありがとうございました。良いお正月をお迎えくださいね。